って旅をしてあざいます、ともとです。ゆかりです。あー、というわけでですね、はい、今、車内で撮ってるんですけど、あの、最初に言っておきます、意味はないです。はいちょっと最近家多いなと思って。そう、家の多い、たまたま車内で撮ってるだけなんですけど、はい、ですね、いい報告と悪い報告があります、今回。そうですね、はい、あの、どっちから聞きたいですか？どっちから聞きたい？もう悪い報告で。じゃあ悪い報告からいきますね。はい、まず悪い報告いきます。担当直入に言います。はい、グッズ出す出す言ってましたけど、来年になりますなぜなぜ出すなぜだ。そうなんですよね、ほんと最初は夏ぐらいに出すみたいな。そう、で秋に出します。そう、11月には11月に出します。絶対そう、出す来年になるもう俺たちもびっくりなんですけど、これに関してはね。本当にそうなんですよね。そうそうそう、まあ、ちょっと大人の事情がいろいろあって、本当に私たちもすごい、あの、なんでやねんって感じなんですけど。なんでやねんって出したい出したいっすよ。いろいろあってちょっと、あの、はい、本当ごめんなさい、すいませんでした。俺に関しては本当ごめんなさい。来年1月に出します。はい、これはあの、決定しました。そうそうだよ、はい、本当に絶対絶対1月には出します。出す出す詐欺とかじゃないよね。いや本当に、ね、そこまで伸ばしても意味ないからね本当に。本当にそう、1月には出します。はい、それが悪い報告です。はい、そしてもう一つ、はい、いい報告。はい、あちゃんさんからじゃあお願いしますはい、緊張するなはい、とったびをしてきて2年と10ヶ月が経ちました。いつも見てくださってありがとうございます。ありがとうございます、はい、インスタライブとかもね、何回した今まで。多分3回2年10ヶ月やって3回。はい、極端に少ないチャンネルなんですが、はい、なんとこの度、はい、オフラインイベントをすることになりました。まあ、ていうのも、はい、今年にね、僕たち出版したんですよ。そうですね、出版させていただいて、はい、その時に、まあ、出版したら大体イベントやるんですよ。そうですね、すぐに。そう、そういうもんなんですよそういうもんなんですけど、ひどすぎてウイルスが、そうだね、できなくて、うん、でだんだん延期延期延期を重ねて、やっと今やるぞっていうところで、はい、はい、それがついに決まったっていう感じなんですよね。はい、めっちゃね、緊張するんすよ。いや、ほんとよなあ、ほんとよ、やばいっすよねやばいんすよ。でもやっぱ視聴者さんにお会いすることってあんまりほんと今までないことだから、楽しみだなっていう気持ちも、2人ともほんとに緊張してて、緊張しいなんで、マジで。僕1回出版した時にオフラインイベント2回やったことあるんですけど、はい、両方とも漏らしかけてるんでマジでもうやばいっす、やばいっす、本当にもうやばいっす詳細なんですけど、はい、まず内容としては、はい、トークショーです。そうなんですよそうなんですよその後にはスリーショットチェキ撮影っていうのがあるらしいです。場所は、東京の飯田橋の、角川の所有しているホールでやります。はい。はい。本当はもっとなんかすげえでけえところでやる予定だったんですけど、まあ今ね、コロナ禍っていうところでまだ、感染対策を、しっかりした上で、2部に分けてやるって感じですね。そうだね。日時が、12月の18日の土曜日。で、1部が1時から3時。2部が4時半から6時になります。はい。はい。内容は、まあさっきも言った通りトークショーと、まあ、チェキの撮影会、写真展示ブースみたいな、そんな大きくないですけど、うん、写真展示するスペースもあったりみたいな感じでやるって感じですね。そうだね。はい、まあ、チケットとしてはそのオフラインイベントに参加できる方は、はい、サイン本と、うん、アナザーブックカバー。そう、なんか本当はこっちのカバーが良かったんだけど、まあ、いろいろあってあのカバーになって、うん、でそのカバーがカバーになったやつそうそうおしゃれすぎて使えなかったカバーの、そう、私たちの推しのカバーが、そうそうそう、今回の特典に、特典になるっていうのと、はい、あとはまあチェキの撮影がついてっていう込みのチケットがオフライン版であって、でやっぱり開催場所が東京しかないんで、うん、来れない方もいると思うんで、はい、トークショーの様子を見れますっていう、僕らがトークをね、何を話してるか分かんないんですけど一応話してるとこだけ見ることができますっていう惨状を見てください。はいオンラインチケットに関しては上限がないんですけど、はい、オフラインに関してはやっぱりその人数制限とかもあって、うん、先着順になるんですよ。そうなんです。そう、はい、今12月2日じゃないですか。はい、明日12月3日の夜8時から、はい、URL を出すんで、はい、ここの動画の概要欄と、はい、あと僕らの SNS インスタグラムで出すんで、はい、そこから先着順で
決まります。です。はい。はい。ちょっとあの、お仕事の方とかには本当ちょっとね、時間がまだ終わってないよって方とかもいると思うので、ちょっと申し訳ないんですが、今回は先着という形を取らせていただきます。はい。はい、はい、そんな感じです。いやでも本当にね、緊張すごくて、やばい本当なんならこのイベントも結構今の感じ、トゥルルルルルルの感じを見て、いきなり決まったぐらいの、そろそろやりましたみたいな、いきなり言われた感じで、はい、私たちも結構緊張してて。そうなんですよね、はい、でも本当せっかくあのオフラインでお会いできるなら、はい、いろいろあの全力で楽しんでもらえるようにあの頑張ってトークするので。気になるよって方は、はい、はい、明日の8時に、はい、概要欄または SNS をチェックしていただけると嬉しいです。はい、はい、というわけでまとめになるんですけど、はい、2021年の12月18日土曜日、1部が13時から、2部が16時半から、オフラインのイベントを開催します。はい、チケットの詳細なんですけど、4つ種類があって、2つが会場参加の方、はい、オフラインの方ですね、サイン本とアナザーブックカバーとスリーショットチェキの撮影がついてます。サイン本はあの2人でちょっと前日に頑張ってサインして、やつ頑張ってやるやつです。はい、とあとアナザーブックカバーが新たに表紙として作っていただいたので、はい、はい、あの本当に限定のものになります。はい、あとはオンラインで2つ、先ほどの表紙が違うやつとサイン本がついたオンラインのものとオンライン視聴のみのものとありますので、気になる方はぜひよろしくお願いいたします。します。以上です。はい、はい、2つのご報告でした。はい、はい、では次回。はい。バイバイ。